灼熱の惑星、金星。かつて多くの探査機が金星に向かいましたが、過酷な環境を生き延びることができたのはわずかしかおらず、最も長く生き残った探査機ですら金星表面でわずか2時間しか稼働しませんでした。近年 NASA は金星表面で長く生き残れる探査機を開発するために、世界で唯一の金星環境を再現する実験装置を稼働させています。今回は知られざる NASA の極限環境チャンバーを紹介したいと思います。なぜ人類は再び金星表面を目指すのか。太陽系の外にこれだけ多くの系外惑星が見つかっている今日においても、金星が地球と最も似た惑星である事実は揺らぎません。2つの惑星は大きさ、質量、組成が驚くほど似ているにもかかわらず、なぜ両者がこれほど異なる運命をたどったのか、未だに明確な答えは出ていません。その最大の理由は、金星の起源と進化を明らかにできるほどの観測データが未だにないからなのです。これまで金星の着陸探査に成功してきたのは冷戦時代のソ連だけです。多大な犠牲を払いながらも着陸探査に挑んだソ連の宇宙機関の功績は輝かしいものがありますが、着陸後に最も長い時間稼働した1982年のベネラ13号ですら、金星表面で127分しか生き延びることができませんでした。月や火星で何年も生き残る最新の探査機であっても、ここ金星では全く話が変わります。高温高圧の灼熱の環境によって探査機の外壁は溶け、ケーブルはすぐに腐食し、さらにハードウェア部品が熱で曲がったりするのです。つまり金星表面でより多くのデータを取りたいのなら、まずは探査機を長生きさせなければいけません。アメリカ初の金星着陸探査に向けて NASA は今金星で数日、さらには数ヶ月間生き残れる探査機を本気で作ろうとしています。オハイオ州クリーブランドにある NASA グレン研究センターには、世界的にも珍しい金星の過酷な環境を再現するチャンバーがあります。2014年から稼働を始めたこの装置は、チャンバー内部を室温から540°C、1気圧から90気圧以上まで維持することができ、二酸化炭素や窒素、硫黄化合物などの混合ガスによって金星の上層大気から地表まで重きすることができます。またガスの組成を変えれば木星や土星の環境も再現できます。ここで行われている実験は主に2種類あります。1つは探査機に使われる様々な部品をテストすることで金星環境における耐久性を調べる実験です。例えば地球では一般的に電子部品の導電体に銅が使われていますが、金星では銅は役に立たず、銅の代わりに金を使う必要があることが分かりました。また、これまで金星環境で試験した電子部品の中で最長で21日間生き延びたものがあることも分かりました。たった2時間しか持たなかった従来の機器に比べると、これでも驚くべき進歩と言えます。面白いことに、コンピューターに搭載される IC チップは意外と耐久性があることも分かったそうです。この装置のもう一つの実験として、金星表面で観測される岩石がどのように観測機器に見えるのか、構成データを提供するという役目があります。地球や他の惑星に分布する岩石を観測するときと異なり、金星ではその特殊な環境のため表面での風化が早く、スペクトルが変性している可能性があります。将来金星に着陸する探査機に搭載された観測機器が確実に表面組成を同定できるように、様々な構成データをあらかじめ用意しておくことはミッションの成否を左右する非常に重要な仕事なのです。探査機の開発というと、何かものすごく精神的な技術を使うという印象を持つ人もおられるかと思いますが、実際にはこのような地道な技術試験を一つ一つ積み重ねていく絶え間ない試行錯誤の連続なのです。 NASA は現在次期ディスカバリー計画の最終候補の一つに金星着陸ミッションダヴィンチプラスを選定しています。人類が再び金星着陸に挑むとき、知られざるこの小さな極限環境チャンバーが惑星探査の最前線に躍り出ることでしょう。それでは今回もご視聴ありがとうございました。面白かったという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなります。内容についてご意見がある方はコメントいただけると幸いです。よろしくお願いします。